フラクタル形状ロマネスコは、油中油な族の一年生植物、カリフラワーの一種である。フラクタル形態のつぼみが特徴の野菜である。日本でのロマネスコという名前は、イタリア語での呼び名であるブロコロロマネスコに由来する。未成熟のつぼみと加工を食用にし、油中の野菜の中では、比較的穏やかでかすかに甘い方向を放つ。 辛い群の配列がフラクタル形状を示す特徴を持つ。16世紀にローマ近郊で開発されたとされているが、これには異論もあり、ドイツでも同時期から幸いの記録がある。色は黄緑色で、姿はブロッコリーに近く性が高めで葉は展開する。一方、いただき辛いのみで、即死は発達せず、カリフラワーの性質を示す。味はブロッコリーに近く。 食感はカリフラワーに近い。このように中間的な性質から野菜市場、種子市場ともにどちらの品種とするか混乱がある。さらに緑色のカリフラワーとの混同がこれに輪をかけている。現状では分類上はカリフラワーだが呼び名はブロッコリーが優勢となっている。ロマネスコの辛いは幾何学的な配置となっており、個々の蕾が規則正しい螺旋を描いて、 塩水をなしている。塩水は、さらにそれ自体が螺旋を描いて配列し、これが数段階繰り返されて、自己掃除の様相を呈する。また、配列したつぼみや塩水の数は、フィボナッチ数に一致することも知られている。その形状からサンゴに見立て、黄緑サンゴとも称される。1990年頃から、フランスのブルターニュ地方などで大規模な栽培が行われ。 流通し始めた。1993年以降は冷凍品が広く、市場に出回るようになったが、野菜全体に占める取引額はさほど大きなものではない。家庭菜園向けに販売されている品種は、ロマネスコベロニカ、ミナレット、ノタリーノ、アタブリノ、グイセッペなど数種ある。日本でも種子が販売されており、その得意な形状に人気がある。なお、 立派なフラクタルを形成させるのは容易ではないため、中級者向けとされる。福岡県と宮城県を中心に、全国的に生産、販売されているが、出荷量は少ない。おおむね11月下旬から2月上旬頃に出荷される。茹でる、煮る、炒めるなど、加熱調理をして食べる。サラダやピクルスなどにも調理される。辛いが固くしまって小さく。 色の綺麗なものを選ぶと良い。保存する場合は洗わずにきっちりと包装して、冷蔵庫に保存し、4、5日をめどに消費する。調理する前によく洗い、辛いの塊ごとに切り分けて、柔らかくなるまで加熱する。裏ごしして、プレにし、牛乳や豆乳と合わせて、スープにするのも良い。日本では、カリッコリー、カリブロ、やりがいくん。 ドラゴンスパイラルなどの商品名でも販売されている。栄養価はおおよそブロッコリーなどと同じであるが、ビタミン C の顔料は1ブロッコリー、2カリフラワー、3ロマネスコの順。ABC、珍しいもの図鑑。川崎市中央卸売市場食品衛生検査所。2013年4月8日閲覧。ありがとうございます。